器屋さん店長須藤です。今日はですね、和食器の選び方大きさ編についてお話をします。食器のプロならではに、ね、3つに分けて内容を簡単にお話します。チャンネル登録ぜひお願いします。今日はですね、特に皆さんがよくある買ってからですね、大きかった、思ったより小さかった、思ったより大きかったってことをよく聞かれるんですよ。器屋さんのレビューにもいただいちゃうんですよね。そういうことがないようにこんな動画を今日は作ってみました。最後までお付き合いください。参考にしてくださいね。さあ、今日はですね、大きさ編ということですけど、大きさはイコールこの場合はまあ長さというか直径でお話をしたいと思います。シンプルにしたいと思いますので、長さでお話ししたいと思います。早速ですがね、二つ目のパートにもう入っちゃうんですけども、サイズ紹介をしたいと思います。サイズ紹介、和食器のですね、寸というのが基本の単位です。ざっくりですね、一寸は3センチ。一寸は3センチ。これだけ覚えておいてください。今から実物をお見せしながらお話をしますね。まず、まあもうちょっとこれはちっちゃいのあるんですけど、基本的にここから始まるのが三寸。だいたい9から10センチぐらいを表します。僕の顔と大体ね、並べてみましょう。このぐらいの感じです。続いて三号。これがですね、11センチから12センチ。僕の手とかですね、顔がいいですかね、12センチ前後。ついで、4寸ですね、ごめんなさい、4寸は13センチぐらいです。ごめんなさい、ちょっと今これなくてごめんなさい。ついで5寸、だいたい15センチから16センチ、17センチでも5寸と言っています。ついで6寸はだいたい18センチ、僕の顔とだいたいね、比べたら18センチ。はい。ついで、7寸。だいたい、ちょっとね、形からすると21センチ。ちょっとね、僕の顔とだいぶ、競ってきましたね。21センチ。ついで、8寸。8寸が24センチから25センチぐらいです。で、手元にないですけど、9寸っていうのが27センチぐらい。手元にないっていうのは、あんまり、ものがないってことなんです。裏返すとね。それから、ついで、最後になりますけど、まあ、10寸、尺。と言いますけど、かなり大きいですね。30センチぐらい。このぐらいの、今言った3寸、3号、4寸、5寸、6寸、まあ7寸もあんまりないですね。8寸、9寸があまりなくて、尺という、この種類が大体和食器のサイズなんです。まあこの下にね、28とか25とかいうのがありますけれども、そういうのもありますけれども、この先上に尺1、尺2、尺3とかあるんですけれども、まあそれはちょっと除いて、今日は純粋に大きさだけで、割と一般的に売っているものについてお話をしております。で、大体ですね、ちょっと一番小さいの見てみましょうか。三寸っていう、ちょっとね、僕の顔の合わせ、僕顔が大きいんであれですけども、このぐらいの大きさ、9から10センチぐらい。これがね、一般的に豆皿って言われますね。で、続いて小皿と言われるのはこのぐらい。12センチから14センチぐらいまで言いますかね。それから一般的に取り皿、中皿というのがこのぐらい。15センチ前後、16センチぐらいのものもいます。居酒屋さんの取り皿はほぼこのサイズです。だいたい15センチぐらい。そして、6寸。まあ、18から20ぐらいです。これがですね、メインだけ乗せるお皿みたいな感じですね。メインのおかずだけ乗せるお皿。そして、まあ、7寸ってなりますよ。7寸もまあちょっと似てますよね。まあ今の6寸と似たような用途になります。ついで8寸。8寸になると家庭用で言うともカレーとかパスタとかそういうものはもう大体8寸。7寸の間、7寸と8寸の間から8寸になります。これがまあよく使う大きさですね。そしてまあ9寸なので尺。まあパーティー用。これちょピザが乗るギリギリの大きさぐらいなんですけども、もうちょっとね大きいのが欲しいんですけど、これでもなんとか乗らなくはないです。このぐらいの大きさになります。今ね、順番に大きさをご紹介しました。和食器は寸が基準。一寸が約3センチということを覚えておいてください。そして最後、一番大事なところをお話します。じゃあですね、最初にもし和食器を選ぶときに、チョイス、選ぶべき3つの大きさについてお話をしたいと思います。今、ちらっとね、僕はね、さっきヒントを言いましたけども、まず押さえておいてほしいのは、ズバリ、今度はね、沖を書きましょう。沖を8寸。和食器なんですけども、用的用途にも使える。
まあ今日ちょっとあえてね、その和洋使えそうなもの、もう25年30年ロングランでロングセラーで売っているものをあえてこの手元に用意しておりますけれども、和でも洋でも使える、パスタでもカレーでも使えるし、ここに何点か盛り付けをしてもおかしくないような、そういうお皿、まずこれは欲しいですね。ついで先ほどちらっと言いましたけども、居酒屋で取り皿として使われているお皿、これね五寸なんですけど、すごい使いやすいんですよね。五寸皿、これ使いやすいです。まあこの2つはね、デフォルトっていうか一番使うと思うんですけど、さあもう一つどうしましょうってことでいくとですね、私的には3号皿、10.5、11、12までいかないかな、12いくと4寸になっちゃうんで、11センチぐらい、もうこのぐらいのお皿を3号皿って言うんですけれども、これがもし3種類で抑えるとしたら選んでほしい一番小さいサイズです。あ、なんで醤油皿とか、そういう豆皿とかっていうおっしゃるあなたはちょっと上級というか、豆皿使いたい人はちょっと和食器慣れてるって方なので、まず最初3つといえば豆皿に行かないでこの3号皿にしましょう。そうすればちょっとおかずを盛り付けることもできるし、醤油皿にもできるし、多用途に使えます。おまんじゅうとかも置けますしね。はい、そんな感じで今押さえるべきの3つの大きさ、もう一度言います。8寸皿、そして5寸皿、最後に3号皿。この3つ、この3つをまず買っていただいて、それからその間のサイズを買うといいかなっていうふうに思います。はい、今日のお話は和食器の選び方、大きさというか長さ編でしたね。もう一度復習しましょう。大きさはイコール直径、2つ目はサイズは3寸、3号、4寸、5寸、6寸、7寸、8寸、9寸、尺というのが大体売ってる。3寸未満は豆皿とか言って28とか25というのもある。そして最後に押さえるべき3つの大きさは3号皿、5寸皿、8寸皿、この3つがあれば和食器の基本が揃いますよというお話でした。はい、今日の話いかがだったでしょうか。面白いと思った方、高評価ボタンでお知らせください。コメントお待ちしております。もちろんチャンネル登録いただけると嬉しいです。器屋さん店長、須藤慎一郎をお送りした器屋さんチャンネル。今日はここまでにしたいと思います。じゃあまたね。